大聖堂。大聖堂は、キリスト教の宗教建築の種別の一つ。語義には教派によって差がある。日本のカトリック教会では、カテドラルとのカタカナ表記も、頻繁に用いられるが、日本の他教派ではこれはあまり用いられない。聖教会の場合は、カタカナ表記、カテドラルは用いられない。用いられている、大聖堂の表記についてもカトリック教会とは異なる。 語彙を有するる。ことに注意が必要である主教座制度でなくともロシア語のサボールは町や修道院の中の大きい主要な制度を指し大聖堂と訳されるのが普通でありさらに主教座制度を主教座協会であっても小規模な制度を制度と呼称しない場合がある正教会では主教が干渉することを意味する言葉主教座と大型の聖堂を意味する 大聖堂とは別の言葉として扱われており、大聖堂か、聖堂かは規模によって記述されることが多い。したがって、主教座ではない大聖堂、例、聖、沢大聖堂も、主教座聖堂、大聖堂ではないも、聖教会には存在する。ギリシャ語のカセドリコスと、ロシア語のカフィドラーリヌイは、カテドラルと固形状は同一であるが、意味上は、 大聖堂ではなく、主教座に対応し、また、形容詞であるため単独では用いられない。他方、ギリシャ語の、ナオス、ロシア語の、フラムに、大聖堂の訳語が対応する。ただし、は大聖堂のみならず通常の聖堂にも、用いられる語であり、キリスト教以外の神殿、寺院の故障でもあることに注意が必要。英語には対応する国の使い分けがない。ギリシャ語、 ロシア語は、日本語では、主教座大聖堂ではなく、単に、大聖堂と表記、通称されることが多いが、様々な例外的表現が存在する。また、ギリシャ語、ロシア語の媒体においても主教座大聖堂を指して、主教座の部分を省略し単に、大聖堂にあたる言葉で呼称している事例も多く、存在する。むしろ一般的。英語では単に、 カセドラルとのみ表記されることが多く、ギリシャ語、ロシア語、日本語のような、司教座と大聖堂の使い分けにあたる言葉がない。カトリック教会においては、司教座聖堂、カテドラルのことを指す。祭壇の内陣中央に設けられる司教が座るための、椅子すなわち司教座、ラテン語でコシードラを持つ、聖堂、教会堂のことでり、司教が長を務める聖堂である。 ヨーロッパなどでは、古来、市役所などと共に、都市の中心にある広場に面して建てられるのが、慣例であった。国内で、一般的に、大聖堂と称するものは、東京カテドラル聖マリア大聖堂、大阪カテドラル聖マリア大聖堂などの、司教座聖堂がある。また、例外的に、カトリック、宿川協会、聖テレジア大聖堂は、現在は、 司教座聖堂ではないものの1945年から1963年までカトリック大阪大司教区の臨時司教座が置かれていたため今も大聖堂と呼ばれることがあるカトリック教会における特別に重要な聖堂、教会堂としてはカテドラルの他にバッシリカと呼ばれる種別があるカテドラルでありつつバッシリカでもある聖堂も存在する カテドラルでもある聖堂は日本語では、おおむね、大聖堂と訳されるが、現地語ではカテドラルではなく、バッシリカと名乗っている例もある。他にドイツ語でドムあるいはミュンスターイタリア語では、カテドラーレあるいは、ドゥオーモとも呼ばれる。日本語の文脈では、大聖堂という語を単に、大きい聖堂を意味する語としてご用し、大きなアビー、インや、パリッシュチャーチ、小教区を、 大聖堂と紹介することがしばしばあるが、アビーは教区や教会区といった担当地域を持たない宗教施設、修道院、パリッシュチャーチは、司教座聖堂の会の教会で司教ではない聖職者が担当する教会区、小教区の教会のことであり、カテドラルではない。聖公会、英国国教会、アングリカンコミニオンの一員たる日本聖公会では、 カトリック教会とほぼ同様の語彙を、大聖堂、英語、カセドラルの訳語に当てている。主教座聖堂と大聖堂はほぼ同義であり、小さな聖堂であっても主教座聖堂であれば、大聖堂と呼ばれる。また、国外の聖公会の主教座聖堂も大聖堂と、訳される例が多い。例、クライストチャーチ体制、ニュージーランドなど。珍しい例として、 主教座はあるが常人の主教が存在しない、教会道が大聖堂と呼ばれる、聖パトリック大聖堂がある。プロテスタントにおいては一部例外を除き、主教が存在しない、ただしプロテスタントの一部にも監督性がある。したがって、主教座聖堂も存在せず、必然的にカトリック教会、聖公会とは違った語が、大聖堂に当てられる。プロテスタントには、 様々な教派があり、術後の運用について一概に記述することは困難で、あるが、ドイツ福音主義協会、ベルリン・ブランデンブルク・シュレージシェ、オーバー・ラウジッツ福音主協会のベルリン大聖堂、やフィンランド福音・ルター派協会のヘルシンキ大聖堂に見られるように、大型の聖堂に大聖堂の故障が用いられる傾向がある。大聖堂の建築様式は、地域、 時代によって様々な発展を経て、極めて豊富な多様性を呈している。東ヨーロッパ、東地中海地域などにおいては、東方協会、西教会、東方諸教会によって、各種の発展を見た。東地中海地域の大聖堂の様式は、ビサンティン建築に基づいているが、ルーシに伝わって、以降の教会堂建築、大聖堂建築は、東ローマ帝国で発展した様式の遺産を、 受け継ぎつつ、独自の様式を発展させていった。カフカースにおける、グルジア正教会や、バルカン半島における、ブルガリア正教会、セルビア正教会、ルーマニア正教会などの諸正教会も、また独自の様式を発展させ、ビサンティン建築からの影響を受けつつも、東地中海の諸建築の様式の枠内に、とどまらない、豊かな多様性を呈している。西ヨーロッパにおいては、 西方協会、カトリック教会、聖公会、プロテスタントによって各種の発展を見た。結婚式、披露宴専用の議事協会堂である、いわゆるウェディングチャペルの中には、大聖堂を名乗る者も存在する、例、港区北青山にある、セントグレース大聖堂。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。